はい、どうも皆さんこんにちは、ダーマオです。12月の17日、それから18日に行われましたポータブルオーディオフェスティバル、通称ポタフェスというねイベントに参加してきました。もう世界中のイヤホンやヘッドホンのブランドが一堂に集まりまして、最新のイヤホンを試しに聞いたり見たりすることができるイベントになっています。コロナの影響もあって、秋葉での開催は3年ぶりでしたが、前と変わらず賑わっていて楽しかったですね。こんなにイヤホン好きの人いっぱいいるんだっていうね、ブースの人といろいろ話したり、あとはカジカジさんと会ってね、いろいろ話したりしました。今回はファイナルの ZE8000 やピアフォン6、あとはフィーオの FW5 とか、あとノーブルオーディオの最新の完全ワイヤレスイヤホンやカナルワークスのカスタム IM など、視聴した感想を話していきます。今後どのような製品をレビューする予定なのかについても話しますので、ぜひ最後までご覧ください。あと今後もね、イヤホンやヘッドホンのレビューするので、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。まず一番最初にご紹介するのは、凛としてしぐれのドラム担当ピエール中野さんが監修していることで有名なピアフォンシリーズの最新作ピアフォン6ですね。一番印象に残っているのもピアフォン6で、非常に完成度の高い音質になってました。スイーターとなる平面磁気駆動型のドライバーに加えて、ウーファーとしてダイナミック型ドライバーを同軸上に配置した構造になっていて、非常にね自然な高音が印象的でした。最近紹介したこの TE の J1 は高音をね BA ドライバーがね担当する構造なんですが、その BA と比べると平面駆動のドライバーの方が自然な高音で、全体的なこの一体感があるのが良かったですね。どうしてもこの BA ドライバーとこのダイナミックドライバーって物理的な特性がね違うので、低音と高音の質感差がね気になってしまう方もいらっしゃいます。僕もその質感の差が結構敏感だったりするので、だからこのゼンハイザーとかビクターとか、そういうダイナミック一気にこだわってるブランドの音が好きなんですよね。でもピアフォン6はね非常に自然で、ピアフォンらしい力強い低音に誇張感のない自然な高音で、僕みたいなね、このナチュラルな感じを求めてる方でも満足できる高音質に仕上がってました。単純にね、僕好みの音質でしたね。中野さんが監修してるとか関係なく、オーディオ製品として純粋にクオリティが高いので、中野さんのね、ファンの方でなくても購入する方が多くなりそうな印象でした。装着感はね、結構耳の奥に入るような、IEM のような構造になっているので、非常にフィット感良かったです。イメージで言うと、カナルワークスがね、形状をね、監修しているグライディックの完全ワイヤレスに近いような、感じでした。やっぱり耳の奥に入れるので遮音性も結構高くて、ピアフォン初の、ノイキャン搭載ですが、ノイキャンの性能にも期待したいところですね。もうすでに、これ手元にも届いていて、価格もねアビオットの完全ワイヤレスイヤホンの中ではかなり高価なので、しっかりレビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録してねお待ちいただければなと思います。それからピアフォン6と同じようなコンセプトとデザインで制作されたヘッドホンも聞いてきました。まずデザインはかなりしっかりとしていて、想像以上に大きかったです。見た目はねもうワイヤレスじゃない有線の高級ヘッドホンの大きさだったので、かなりこのしっかりとしたビルドクオリティでしたね。ゼンハイザーとか、あと最近愛用しているバウアー&ウィルキンスと比べてもかなりこの大きい印象でしたね。その分音質のクオリティも高くて、こちらもね先ほどご紹介したピアフォン6と同様、平面駆動のダイナミックドライバーが搭載されています。こちらね低音から高音まで一つのね平面駆動のドライバーで再生するので、とにかくこの無駄な音が鳴っていないようなすっきりとした音質で、レスポンスがいいのも特徴的です。平面駆動のドライバーって、低音の再生が少し苦手というか、以前ご紹介したこちらの平面駆動のスタックススピリット S3 も、中高音のクリアさは他のヘッドホンのもう比じゃないくらいのレベルで、めちゃくちゃ解像度高いんですけど、低音はねやっぱり控えめなんですよね。でもこれはねもうスタックススピリット S3 よりも低音がしっかりと出ていて、ピアフォンはね力強い低音がやっぱり持ち味ではあるので、平面駆動らしい中高音のクリアさと力強い低音を両立した、かなり本格的なヘッドホンでしたね。全然期待していなかったわけじゃないんですけど、やっぱりアビオット初のヘッドホンなので、どんな感じなのかなと思ってたんですけども、想像以上のクオリティです。まずこの見た目にびっくりしますよ。やっぱ結構でかいです。そのでかさが気になってしまう人もいるんじゃないかなっていうくらい結構本格的なヘッドホンでした。下にリンク貼っておくのでね、気になった方はチェックしてみてください。それから何かと話題になっている、なんというか賛否両論出ているファイナルの ZE8000 も聞いてきました。なかなかね、聞いてもすぐ良さがわからないというか、じっくり聞いてほしいみたいなことをファイナルが言ってるみたいなので、10分程度しか聞いてこなかったので、ちょっと良さがわかりにくかったかなと思います。ただ10分程度の視聴ではあったものの、聞いた感じはファイナルらしい音質で、そこまで悪い印象はありませんでしたけどね。全体的にスムーズで聞き心地の良い音質になっていて、
ファイナルらしい音質だなと思いましたけど、やっぱりその 8K サウンドっていう風に PR していたので、やっぱそこでこのイメージしていた音質との違いが出てるのかなっていう感じはしましたね。 8K のねこのテレビが100万円以上で売られていて、家電量販店でねこの実際に見たことあるんですけど、ものすっごい鮮やかで、もうすげーっていう、もうこっちの意思はまあ関係なくというか、もう本当にこのドーンと鮮やかで高精細な映像が目に入ってくるので、長時間見ると疲れちゃわないのかなって思うくらいの感じだったんですよね。そのイメージが僕の中であるから、やっぱり ZE8000 は結構柔らかめだと思うので、まあ真逆とまでは言わないけど結構違う印象はやっぱりありますよね。ロック系というよりかはクラシック系の方とね相性が良さそうな音質ではありました。装着感も若干独特な感じはあるので、まあ、好みが結構分かれる、賛否両論あるのもね、まあ、納得できる感じはありましたね。ただねしっかり聞いてみたいなと思ったので今回買ってみましたから、まあ来年あたりぐらいまでじっくり聞いて、まあ、レビュー動画投稿したいなと思います。まあ、じっくり聞いてほしいみたいな感じだと思うんですよね、ファイナルも。だからまあじっくり聞いてね、ちょっと動画投稿したいかなと思います。ちなみにここにこのデカデカとスナップドラゴンサウンドと入ってるんですけども、今回まあ撮影した映像写真っていうのは全てこちらのスマホで撮ったんですよ。Asus の Zenfone 9 を買いました。これはね、もうスナップドラゴンサウンドにも対応してるし、LDAC にも対応してるし、AptX ロスレスにも対応してるし、もう有線でもこれハイレゾ聞けるぐらいの性能を持ってるので、イヤホンでね、音楽聞くのが好きな人にとってめちゃくちゃおすすめのスマートフォンなんじゃないかなと思って今回購入しました。これもねそのうちレビューしようかなと思います。買ってすぐ撮影したのでちょっと映像がねあんまり使える映像がなかったかなとは思うんですけども、Zenfone 9で撮影した映像だったということですね。でそれからですね、ノーブルオーディオの、まあ、来年の、まあ、冬に発売する予定となるフォーカスミスティークを聞いてきました。これはね高音質で人気のフォーカスプロの後継機になりますね。まずこれデザインがすごいんですけど、これはねミスティークの特別エディションフォーカスプレステージというですねイヤホンのようです。まだまあ改良とか変更とかが加わるとは思うんですけども、本当にこの木っぽい木材でできた木目のようなこの美しい模様が入ってますよね。ギターのね木目みたいなこのデザインで高級感がありました。僕この、まあ、ギターが好きだからすごくいいなと思いましたね。音質はフォーカスプロがよりこの自然なバランスと質感になったようなイメージでした。フォーカスプロはロック系を気持ちよく聞けるようなバランスでしたが、ミスティークはよりこの有線イヤホンに近いような自然な質感が印象的で、空間表現はかなり向上しているように感じましたね。やっぱり自然な質感にした方が空間表現はねリアルになると思うので、クラシック系はミスティークの方が相性いいんじゃないかなと思います。まあ、特別エディションに関してはどれくらい価格がいくんですかね。もう6万ぐらいいきそうな感じはしますが、かなり高価になりそうな印象はありますよね。それからフィーオの完全ワイヤレスイヤホン FW5 も聞いてきました。ノールズ製の BA ドライバーが2機とダイナミック1機のハイブリッド構成で、まあいい意味で本当にこの正統派な高音質というか、お手本のようなねこのバランスのいい高解像度な音質で、有線イヤホンが好きな方はかなり、まあ、好みな音質というか、ワイヤレス感が少ない音質でしたね。特にすごいのが、まあ、一般的な完全ワイヤレスイヤホンって、まあ、Bluetooth の機能、まあ、それから DAC アンプを一つのチップで行うようになってます。まあ、例えば有名なのが、まあ、Qualcomm のチップですよね。でも FW5 は、Bluetooth 機能を担当する Qualcomm のチップとは別に、音質専用の DAC アンプ一体型のチップ AK4332 を搭載しています。徹底的にね音質を追求できる、まあ、構造になっていて、分かりやすいかどうかは分かりませんが、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス3と、まあ、同じようなね2つのチップを搭載しているということですね。操作性がかなり良くて、物理ボタンがね2つ搭載されていて、まあ、NUR の N6 Pro 2みたいな感じでね、こう側面にあるのでこうカチカチっと操作することができて、操作性かなり良かったですね。コーデックも AptX アダプティブに対応してますし、アプリにも対応してます。これだけ高性能でね、3万3000円っていうのはかなり安いと思います。FIO らしいコスパの良さと高音質で、最初に紹介した Fairphone 6 の次に印象に残っている完全ワイヤレスイヤホンでした。それからこちらがキャンプファイヤーオーディオ初の完全ワイヤレスイヤホン、オルビットですね。これは視聴したかったんですけど人気すぎて聞けなかったので、まあ、写真と映像だけ撮りました。キャンプファイヤーオーディオらしいデザインで好きなんですが、まあ、カラー的には少し独特、まあキャンプファイヤーオーディオらしいかもしれないですけどね。まあ、オリオンスカイを愛用しているので気になっている商品ですね。それからながら聞きイヤホンもいっぱい聞きました。特に素晴らしかったのが NTT のながら聞きイヤホン、
NUM の MBE001 ですね。これがね、音漏れがしにくいながら聞きイヤホンになっていまして、本当に音漏れしにくくなってました。音量結構上げても、まあ、少し漏れてるかなっていう程度だったので、他のながら聞きイヤホンとは比べ物にならないぐらい音漏れ少ないですね。どうやらね、ノイズキャンセリングと同じ、漏れた音に対して逆位相の音波をぶつけて打ち消してるみたいで、これすごい技術ですよね。ちょっとテンション上がりましたね。こういうのできるんだっていう、すごい技術ですよ。ただ音質は低音が結構控えめで、中高音がクリアっていう感じの印象だったので、まあ、低音が強い方が好きな方は好まれないかもしれないです。ケースもね、独特な形状で、まあ、平らな構造になってるので、イヤホンがすごく取り出しやすくて、音質だけじゃなくてデザインも結構最新っていう感じがしましたね。今クラウドファンディング中で発売されてるわけではないんですけども、まあ、安く購入できるので支援してみようかなと思ってちょっと悩んでます。それぐらい衝撃的でしたね。あとはね、ショックスのオープンドッツも試聴しました。まあ、想像以上に低音がしっかり出ているながら聞きイヤホンで、低音好きな方に好まれそうですね。まあ、若干装着感が独特かなっていう感じはしたんですけども、まあ、ながら聞きイヤホンのね、ランキング動画も作りたいので、今回購入しました。こちらですね。これもそのうちね、動画を公開すると思うので参考にしてみてください。それからアビオット初のね、骨伝導のながら聞きイヤホンも展示されてました。ブラックは12月に発売で、その他のカラーは1月下旬になっています。骨伝導で有名なショックスとは違い、モダンフィットデザインという部分が搭載されているので安定感がありそうでしたね。こちらもね、これすでに手元にあるので、これはまあ来年ぐらいにちょっと動画にしたいかなと思います。あとは最近日本に上陸したブランド、ハイローの骨伝導イヤホン、ピュアフリー BC01 も聞きました。思った以上にね、この低音がしっかりと出ていて、ショックスと比べても全然引きを取らないクオリティになってました。ちょっと安めのね、骨伝導イヤホンを購入しようとなると、このね、アビオットの WBP1 かハイローになりそうですね。骨伝導って言ったらやっぱりショックスだったんですけども、やっぱりいろんなこのライバルが出てきててね、ショックス一強じゃもうなくなってますね。それから自分のね、耳の型を取って自分専用のイヤホンを作れるカスタム IM も聞きました。埼玉のね、カスタム IM ブランド、カナルワークスですね。 CWU179D という 6BA でシンプルな 2way モデルなんですが、バランスが良くてワイドレンジなね、音質を楽しめるようになっていました。実は今カナルワークスのカスタム IM を作ってもらってるところで、自分の耳型を取ってね、自分の耳にぴったりに合うように作るだけじゃなくて、特別に、まあ、本当に特別に、まあ、僕好みの音質に設定してもらえるようになっています。こんな感じのデザインになっていて、まだこれ完全にね、これ仕上がってるわけではないのが見てわかるかなと思います。こんな感じでここに抵抗がついているんですよね。これ引っ張るだけで簡単に取ることができます。で、外して、まあ、こんな感じでいろいろ抵抗が用意されているので付け替えて、まあ、どの音質がいいかとか、まあ、自分好みの音質になるように設定するっていう作業をしていました。でもこれすでにね、カスタム化されているので、実際にこれ耳につけたんですけども、やっぱこれすごいですね。カスタム IM 初めてつけるとちょっと感動しますよね。これをまたカナルワークスの方に送って、最終的にね、これ仕上げてもらったら動画で詳しく紹介したいかなと思います。まあ、耳型の取り方ってちょっとわからないっていう方も多いと思うんですよね。まあ、不安だっていう方も多いと思うので、どういう感じに耳の型を取るのかっていう部分に関しても、実際にこの撮影させていただいたので、かなりわかりやすい動画になると思うので、まあ来年2月3月とか結構経つと思うんですけども、これから仕上げをしていただくと思うので、カスタム IM 気になっている方もね、ぜひチャンネル登録して待っていただければなと思います。はい、ということでコタ別に参加してきた感想でした。まあ、基本的にはね、ワイヤレス製品をピックアップしてご紹介しましたが、まあ、有線のイヤホンも試聴していて、ヌアールのまだ製品名も決まっていないこの有線イヤホンを聞きました。ヌアールらしいね、クリアな中高音で、やっぱりこのヌアールってこういう音なんだなっていう、非常にクリアな中高音でしたね。まあ、有線イヤホンだからできるヌアールの完全ワイヤレスイヤホンではなかなかできない、すごいクリアな中高音だったので、まあ、ヌアールの完全ワイヤレスイヤホン使ってる方は要チェックですね。あとはフードも出店されていて、クレープ食べてる方もいましたね。あまりこのイヤホンに興味、まあ、持ってなかったんだろうなっていうこの女性の方も、フラットポタフェスに参加してね、あのイヤホン聞いて買おうかなっていうね、話をしてるのをこうちょっと耳にして、イヤホンオタク以外の方も参加できるね、本当にいいイベントだなと思ったので、ぜひ続けてほしいですね。今日紹介したイヤホンいくつかね、レビューする予定ですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ダダモでした。